企業理念の話について、いきたいんですけれども。はいはい、こちらが企業理念になっているんですかね、そちらの方をちょっと丸山社長にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、企業理念は基本的には、あの老舗は常に新しいと。これは、あの実は昔から、ある、内容でして、特に内容を変えてません、ね、ただ、あの文章として、中に入っているものは、今の時代に合わせて、変えております。で、特に、最近はですね、我々あの海外の。 ビジネスをしておりまして、日本特有ののりお茶を海外の人にいかにこう使っていただけるかというところを企業理念に中にも入れております。その中で社長が一番大事、特に全部大事なんでしょうけれども。そうですね。はい、で、まあ企業理念があって、じゃあその企業理念を実際のそのビジネスとしてどうあの動かしていくかっていうそういう意味合いで、まあビジネスコンセプトをあの。 掲げてるんですねでこれも特に最近あの作ったあの内容ではなくてですね最高級のプロに我々の品質を認めてもらうその認めてもらった商品を一般のお客様にお届けする、まあ、いわゆるそのプロの味をご家庭にあの広げていきたいといまあ、そういうものが今ビジネスコンセプトになっております。でこのビジネスコンセプトを さらにそれぞれれの営業それから DM インターネット、えー、販売店の現場で毎日の活動ベースで、えー、どういうことをやっていけばですねそれが成り立っていくかっていうのがこの今鮮度管理であったりとか顧客管理であったりします。 でも根本はやっぱりこう企業理念があって土台があってミキーの部分でいうビジネスコンセプトがあって、はい、枝葉の活動があるっていう考え方でど、ね、の事業もされているってことなんでしょうかそうですねだからあのもちろん根がしっかりこう生えてですねあの根付いていくことが重要なんですけれどもやっぱり根付いた後も当然この細部にわたって常にあのインプルーブしていくっていうことが重要だと思っております。 あと企業理念を実現するための約束っていうのもあるんです、ねはい、あの会社として守らなきゃいけないこととあと社員のみんなにも守ってもらいたいことがあるんですけれどもこちらの中で特に我々がやっぱり重要視しているのはこのビジネスコンセプトと連動している部分ですねやっぱり最高級のプロに認めてもらうために我々自身ものりお茶の当然プロで。 なけければいけませんしそのプロに認めてもらうためには手間暇をいかにかけて品質を磨いていくかという、まあ、そこの部分は絶対なくしてはいけない部分かなともう一つはですねやはり今165年を迎えて我々の,あの会社はですね向こうやっぱり100年またやっていきたい当然その先もあるんですけどまずは100年を見据えてやっていきたい、まあ、そうなっていくとですねやはり一番重要なのは えその今働いてもらっている社員の皆さんにここの会社で働くことがまあ物理的にもそれから精神的にもあの幸せであると思ってもらうということが重要でやはり社員のみんながあの幸福であるでその幸福な人に熱くえ商品などをですねあの語っていただいてまあお客様に。 まあ商品だけじゃなくてですね理念もそうだし従業員も含めてまあ愛していただけるという、まあ、そういう循環が出てくると思うんで、まあ、特にこの社員の皆さんにいかに幸せになってもらえるかっていうところはこれからももっとますますですね磨いていかなきゃいけないなと思っております会社を永続していく上でもここがまず一番大事にそうですね。 あの特になんか難しいことがあの書いてあるわけじゃないんですけれども、まあ、おそらくあの一生かかってもこれ、100点満点を取れる話じゃないと思うんで、あのいかによりよくしていくかっていうのを心がけていきたいなと思います丸山社長からです、ね、次世代に向けたメッセージをいただけないでしょうか我々の企業理念にもあるようにです、ね、やはりこれからの,あの事業っていうのは、 やっぱり自分たちだけがあの,の売り上げが上がる利益が上がるっていう形ではやっぱり持続可能ではないと思うんですね。でやはりもっと根源的なところで社会がどう持続可能になるかとか社会のために間接的にでもあの会社が貢献できるのかあるいは個人が貢献できるのかっていうところが非常に重要になってくると。特特に我々は日本特有の食文化を あの食のの商材を扱ってますんで、まあ、こういう食文化を大切にあの次世代につなげたりあるいはそれを海外の人につなげていくってことが、まあ、ある意味あの社会貢献でもあると思っておりますんで、まあ、そういうものが、えー、我々みたいな大きな会社じゃなくてもできるあるいはそれをやったことがあの世界の人からも認められるそういう世の中になってもらいたいなと思っております。<laughs> 社長今日は貴重なお時間いただきましてありがとうございましたう